このスマ。それにしても珍しいね。メルさんの方からクエストに同行したいなんて。ええ、意外だったわ。また何かいたずらを企んでるんじゃないの？違いますわ。私、すっかり心を入れ替えましたの。今まで迷惑をかけた方々へのお詫びです。そうなんだ。でも魔が差して武器を野菜と入れ替えたりとか、そんないたずらはしないでよ。武器の入れ替え、面白そうですわ。きっと二人とも驚いて、うーていけません。いたずらは自重しないと。あら、なんだか珍しい取り合わせね。へへへ、ようメル。さてはお前もついに泥棒に身をやつしたか。ちょっとダスト君、泥棒じゃなくて盗賊だから。ダメなやつみたいに言われるのは心外だよ。クズにダメなやつ呼ばわりは気分が悪いわね。ちなみに私は盗賊じゃなくてトレジャーハンターよ。んだよお前ら、そうカリカリすんなって。君の発言が原因なんだけど。メル、クリス、遅くならないうちにそろそろ出発するわよ。ええ、クエスト報酬が入ったらダストに食事でもご馳走させていただきますわ。え、マジか。どういう風の吹き回した？私、改心しましたの。迷惑をかけたお詫びにたくさん善行を積むことにしていますから。おお、心の友よ。お前の帰り心待ちにしてるぜ。はい、それでは。あんな小さい子におごってもらって、あんたの両親は痛まないの？痛まない！は、呆れた。それよりもメル、なんだか元気がなかったわね。大丈夫かしら？いたずら、ダメ！よーし、お目当ての宝石ゲット。意外と楽勝だったね。意外といえばこの子もそうね。嬉しい誤算と言うべきかしら。うん、本当に一つもいたずらしないなんて。力を貸してくれて助かったよ。それほどでもありませんわ。いたずらの我慢なんてお友達なら当然のことです。ちょっと大丈夫？少し疲れたのかしら。なんだか息が荒いようだけれど。気にしないでください。体調は少し優れませんが、モンスターに攻撃を受けたわけでもありませんし、すぐ治りますから。
それならいいんだけど。あ、二人とも気をつけて。ほら、あそこ、ワイヤーが張ってある。きっと罠だよ。引っかかったら蛇でも降ってくるのかしら？あんな簡単な罠にかかる私たちじゃないわね。メルのお守りをしてくれたらしいな、メリサ。オンニキュ。お守りだなんてそんな。あの子の面倒を見る必要なんて一つもなかったわ。なんだ、メリサのことだからまた。世話焼いた分の報酬をよこしなさい。とか言ってくるのかと思ったんだが。本当に手間をかけられたならそれもありえたけれどね。今回は逆、私の方があの子に追加報酬を払いたいくらいよ。メリッサにそこまで言わせるとは。メルは随分活躍したようだな。あなたたちよりずっとね。何を？その話詳しく聞こうじゃないか。まあ本当のところメルさんは雷の精霊だからね。モンスターとの戦闘では大活躍してくれたんだ。ただからあんな様子で、呼吸が荒くなって息苦しそうっていうか。いたずらは精霊の性分のようなものでもあるからな。無理に我慢していることがメルの負担になっているのかもしれない。定期的にいたずらをしてガス抜きしないとストレスがたまるということだろうか。なるほど、共感を覚えますよ。メルにとってのいたずら禁止は、私が爆裂魔法を打つなと言われているようなものなのですね。はぁ、その推測が合ってるとしたら、面倒なやつというか、なんというか。何言ってるのよ、カズマさん。カズマさんだって辛抱たまらない日があるでしょ。ほら、馬小屋にいた時も。ないから、そんな事実はないから。とにかく我慢させすぎるのも体に悪いってことだな。みんな、あいつが無理しないように見守ってやるか。この巣場、